みんな俺の完成したアンジェリーナ編成見てくれよっていうやつやっていこう。で、昨日はさ、アクセラレーターの編成というかね、なんかアクセラレーターを新戦術で使ってる動画出したんだけど、今日はちょっとアンジェリーナ使っていこう。アンジェリーナね、やっぱ強いわ。普通に、これさ、性能高くて強えな。めっちゃ、まあ変身ちょっと若干重たいけど、変身できると、冬をめっちゃ持ってて、ナーキョをめっちゃ持ってて、無効貫通プラスでプラスあってボイスがあって、シェリウスの役目を果たすだけだっていう感じのかっこイケメンボイスがあって、で3ターンでこれね、上限値85億で操作時間2倍と、これがまあ3体いたらループするで、なんならこのメリット、めっちゃこの子のメリット強いところが交換できる、もうそれかな一番強いところが交換できるっていうところかな。で使っていこう。ネタ切れなんだよね普通に。もう結構電撃文庫コラボも開催してからだいぶ経ってるから、ちょっともう出す動画ねえわごめん、出す動画ねえわって感じで、まあ順ブラ早くってね、順ブラ早くしてっていう感じあるけど、で、まあ、アンジェリーナ耐性を振って遅延2つ振って、白狼は副属性光とスキブ10強強い。で平和島さんね、このキャラもまあ10強つけてると。で軽減水振ったわ、一応ね水この子にいっぱい振った。でこれは何だかっていうと、副属性光と7強ドル強でグラッドのステンシルカッター。何ステンシルカッターって美術あのまあまあなんだ、成績悪くはなかったけどあのステンシルカッターって何、これわからんな、何これ教えてみんな。でこれがつけてる。でラックスクライン全パラ評価で、これいらねえな。まあ本当はプラスプラス、スキルブーストプラスプラスとかの方がいいのかな。でこの武器はリムル&ミリムミミリムミアンドミアち全然言えねえ全然言えねえ、ミリム&リムルねの武器かな。スキブプラスとステモリもできる4ターンチャージで強いと、これが最強やね。もうでゴブタ、俺ねゴブタが結構俺好きな性能というかね、好きなキャラで、まあ強いね、軽減もあるしであの L 字も持っててアシスト向こうをつけれるし、でテンパラ評価もあって、まあ、ステータス高いしね。でアレキサンダーをつければアシストボーナスもあるので強い。で4ターン遅延がね、まあ、新戦時は4ターン遅延刺さるんでこれ持ってきた。でゾロ強もあって強い。で2体目がこれはカリオンか、副属性と7強無効貫通もあって強い。毒を振った。でフレンドをお借りしたわ、借りました。これ善逸、俺さ善逸難民なんだよな普通に善逸武器難民だから、フレンドさんに借りよう。これマジで強えよな、これ本当にどの動画見ても、まああんまりまあ動画見ないけど、どのなんかツイッターの編成とか見てもこれめっちゃ入ってる、それきついわ慰めてこれ絶対やってこう。で1回走よし、やっていこう。遅延はうっつけつけるね、 OK。 で、まあ、ドンドンドンが来たけどまあ大丈夫でしょう、 OK。 で遅延打っていこう、遅延を打ってでまあ1コンボであれしようか、カットイン演出オンオフオンオンしよう。でこれ打って4ターンチャージ、で弾で、まあ、これ計算してるんで食べますと。でまあ1コンボしていこう、これでまあ貯めれるかな、 OK。 で溜まった、この子属性吸収だし、あー待って、これ打とうか、無効化打って、これも先打っちゃうか、これ先に打っといて、うんー、あちょっとミスったかもしんない、まあいっかでこれで、ま、待って倍率決まらないで、で耐久して、まあ、こんなこと溜めていこうか、溜まるね、 OK、 溜まる。でチューンが来る、 iTunes が来る。でこれを打っていこう、これ打っていこう、アンジェちゃん打って、まあちょっと向こうがあれ張ってるんで、ダメージ向こう張ってるんで、まあ耐久できるでしょう、 OK。 で耐久、いややっぱこのラクスクラインの枠がね、ラクスクラインの枠がさちょっとどうなんだろうな、うーん、やっぱ
スキルが強いって意味で持ってきてる。俺はね、俺はスキルがめっちゃ強いから持ってきてるだけなんだ。まあ属性的な意味で言うとあんまりよろしくねえかもしんねえけど、まあ別に、まあこれ打っていこう。で、5豚打っていこう。5豚打って、OK。で、泥強。で、属性吸収。平和島さんはね、何？こうしていこうか。平和島さんは、これね、耐性持ってる。ダブル耐性。プラミッド帯持ってる。これがやっぱ、入れ込みやすいというか、編成に入れ込みやすいね、これ。で、2階層。だからこの編成は帯以外か、帯以外か、暗闇雲毒はまあ耐性あるねっていう。でこれ打っていく。でここちょっと色飲み込まれた、飲み込まれた、これ、あ、飲み込まれてね、やさ、ありがとうありがとう。ちょっと待って、なんかさっきから実況がなんかキモいんだけど言い間違い多すぎない？で回復していいよ。オッケー。いや強い、火力出るわ。火力相当出て嬉しいわ。脱皮、ヘビ脱皮、ヘビ脱皮ね。これが本当のヘビ脱皮ね。ヘビ脱皮されて、でこれ、あ、足んねえか、足んねえな、足んねえちゃんだ、これ足んねえちゃんだ、ランねえちゃん、足んねえちゃん、足んねえちゃんだ、これ。待って、おお、すごい、めっちゃ来た、落ち込ん、すげえ、めっちゃ落ち込んきた。でもダメか、やっぱ無効貫通やな、この子やっぱ無効貫通強えわ。だから無効貫通、逆に無効貫通組めねえと火力全然出んねん、これ7強 6個だもんね。出ねえか、それは出ねえか。でこれこうして、こうして、で L 字組む。そこ回復になったら話そうか。オッケー、これ、まあちょっとこれなんか終わってるなんか頑張ろうとして、 L 字すごい、なんかすごい頑張ろうとしてできなかった感がすごい、これ頑張ろうとして、頑張ろうとしてパズルできなかった感がすごい、これ。でこれルーレットも終わった。5コンボ現象か、5コンボ現象はちょっとこれきつくないか。落ち込ん頑張ってくれねえかな、落ち込ん頑張って。でちょっとこれ L 字したいわ、さすがにちょっと L 字したいわ。まあこれで、まあしゃあないね、これは。 L 字いるんかな、いらないかな、いらないか。これでちょっとさ、こんなんでさ、でこれでまあいけるか、7コンボいって、あ、いった、おって、 OKOKOK9、 10はいかんか、ちょっと10行きたかったな今まあしゃあない、しゃあない。で泥鏡、あの軽減も張ってる。硬すぎない、硬いね、素晴らしいね。でこれやっぱね、これパズドラっていうゲームはパズルしてなんぼややっぱりね、パズルをしてなんぼのゲームなんで、これパズルしてる感があってすげえ好きだわ。めっちゃパズルしてる感があって、まあ若干作業ゲーかな、若干の作業ゲーはあるものの、やっぱこのやってる感、パズルやってる感があってすごい好き、こういう系は。で波動来て大丈夫でしょ、 OK。 でこれを打っていこう、アンジェリナさん打って、今あれ飲んでやってるわ、実況あれ飲みながら実況してるわ。セブンの待って、こうしていこうか。セブンのね、こうかな、回復足りるかな、 OK。 セブンイレブンの何これ、ゆずレモンサイダーそれを飲みながらやってる。夏やね、夏やね、マジで夏を感じる飲み物飲んでるわ。で3階層、ゴブタ切れてる、ゴブタ切れてた、あーうめえうめえな、ちょっと喉潤ったんでやっていこう。でゴブタがちょっとちょうどいいタイミングで切れたんだ、これちょっと突破するタイミングで切れたんだ、これ。いやマジか、ちょっともうめんどくせえからコンテしたわもうめんどくせえわ、めんどいんでコンテして、オッケー。で待ってね、なんかすごい画面が濡れてる、画面がすげえ濡れてる、待って、
やばい待って、画面が濡れてパズルできない、しにくい、パズルしにくい。ちょっとこれでいこうか、まあ、これで OK。 お手手拭いて、お手手拭いて OK で、で半分かな OK。 でこの激減も関係ないっすと、全然もう関係ねえと。で暗闇も弾く、弾くね、 OK 弾いたわ。でこれ打っていこう、ま、ラックスクラインもいらねえかな、打たなくて OK か。やべえダメだ、あかんわ、ちょっと待って、実況中に炭酸飲んだらさゲップ出るじゃん、ゲップ出そうになるんだけど、やばくね、やべえミスった、普通にやべえかもしんない、実況中にゲップするかもしんない、よろしく。で倒していこう、 OK。 基本的に2パンとか1パンとか素晴らしい。で4階層は半蔵ね、ハンターハンターハンターの半蔵かな、忍びのやつね、忍びの半蔵かな、ゴンと戦った半蔵かな。これ打ってちょっと今ねめちゃくちゃ見てるんだな、今ハンターハンターめっちゃ見てるかな。これ4消し、 L字したいな、あ待って、火かこうか、こうか、こうか、まあこれでいっか、これでいっか、待って、危なすぎる、危ない、今よく気づいた、よく気づいた。で、まあ、ちょっとしゃあないね、これは。で、耐久できる、これ。できるか、これ。できんね、余裕あんな。結構余裕あんな。で、これ打って、OK。でね、4消しすっか。まあ、あれ、いらないかな。もしかしたらいらねえかも、あの、あれ。ごめんね、あればっかり。あれいらねえな。これ待ってね。回復レジ。待って、なんか変なパズルした。回復レジいらねえか。OK。これで、いいよ。で、耐久をできました。OK。闇組むね。OK。で、これ打って。で、まあ、待って、飲み込まれた。飲み込まれた、もうちょっと下手すぎない、まあ、これでいいか。まあ回復2分割あれば耐久できるでしょう。まあ基本こんな感じでさ削っていこうぜ。吸収でしたわ。このルーレット嫌だ。このルーレット嫌い、俺このルーレット嫌い、マジで。でこれ打って、平和島さん待って、368個だ、8個。これ、まあ、これでいっか。回復になったら話そう。OK。で、リミット？タイムリミットがあと4ターンか。ちょっとこのルーレット作るやつが、こいつか。お前か。お前が作ってんだ、ずっと。で、これ打って、これ相性悪いな、ルーレット。で、あるある、光めっちゃあるわ。これ打とうか。平和島さんを打って。でまあこんな感じで泥鏡も踏ませながら、L 字も組んで、余裕があれば L 字組もうか。 OK、 これでいこうか。4消しプラス、そっか、回復9個作るからあれか、いいのか、4号組めるんだ。で倒していこう、回復4号組めるんだ、しゃっくりでゲップ出そう。で5階層 OKOK。で耐久バッチリしていこう。いやここら辺の半減もやっぱ嫌だ、やらしいね、エッチやな、これ。でこれ打っていこう。で5豚を打つ、でこれを打つ。ここはまあ正直ね、属性相性あんまねえしな、属性の相性っつってんの、相棒みたいな言い方したけど、相性がねこれないね、あんまり。まあ、L 字も組んでこうか。若干、まあ、一応組んでいこう。これで、まあでも、今20億だもんね。あ、でも3体削るんだ、強っ。で、これ打って、OK。で、L 字じゃない、向こう貫通、あの、泥鏡置きましょうか。
ドロキョウフクマセイの、エルジクマセイのでトツギーノしていこう。でトツギーノしていこう。これでまあ多分トツギーノできるでしょう。12コンボ13オッケー13 13 13 14オッケーって倒せる。ここ楽ってすごい。フランキーみたいな楽って言ってたけど、ここの突破楽なの偉いね。素晴らしいね。で二神そばが来た。二神そばは吸収か。でこれ打って、で平和島さん打っていこう。やっぱねこの平和島さんはね、まあ、クスイーかどっちかみたいな、クスイーガンダムかどっちがいいんだいみたいな、どっちなんだいみたいなさあると思うけど、俺的にやっぱ平和島さんかな。まあ、平和島さんが強いと思ってる、まあ、ユニコーンガンダムユニコーンガンダムとか使うときはなんかごめんすごい喉がガラガラなってきて、まあユニコーンガンダムとか使うときはね、あれかな、クスイガンダムがいいと思ってる。まあ、どっちかっていう感じかな。本当に、まあ、タイプ縛りがない方、こっち俺やっぱ好きかな。耐性めっちゃ持ってるしね、耐性めっちゃ持ってて火力出るし。まあ、でもねクスイガンダムもやっぱいいところあって、あの子ねチーム HP 持ってる、結構チーム HP 持ってるから、そこがやっぱ捨てがたいね、捨てがたいしなって思ってる。でこれやっていこうか、運ぐしして。いやそこも捨てがてえよな、やっぱクスイさん。どっちかやね、ほんとどっちが強いんだろう。どっちも強い。で倒していこう。二大解消、ここが俺マジで鬼門、めちゃくちゃ鬼門。もう俺めっちゃここで負けてる、ここで負けまくって毎日泣いてる。毎時間1時間に2回泣いてる。俺泣いてるもうずっと負け続けて。でこれまあこんな感じで OK でしょうか。 OK これでいこう。まあ黄闇なんであんまり関係ねえか。で削れ13コンボ OK いける。これで半、まあ3分の2ぐらいか。 OK でこの子たまる、あと15ターンか。なるほど。まあたまらねえよなたまらねえよな、さすがにたまんねえよな。でこれを組んでいこう。4ゲシしたいですね。交渉か。 OKOK4 ゲシ。いやーこれやっぱ強えわ。4ゲシ組ませるの強え。やっぱそれやっぱ強い。今のところ濃紺ですね。濃紺だよ濃紺だよね、みんな濃紺だよなんか無理やり濃紺って言わせる、視聴者に無理やり濃紺って言わせる感じの実況者、嫌ですね。でこれ打って、いやーこれさ、この子も打とうか。メラットも打って、でこれちょっとやべえ、頭かゆい、頭めっちゃかゆい。待って頭っていうかその眉間がかゆい、眉間に髪の毛がかかってめっちゃかゆい。カキカキして、オッケー、カキカキして、でこれいいお茶も入った。オッケー倒せ。よっしゃーよっしゃー、強え。でここなんだよな、やっぱ鬼門その2がこれですね。シールド破壊が難しいと。でゴブタはね、やっぱほんとこれ強くて、ドロキョウある、これマイナスあるじゃん、これも払拭できる。総裁というかもう全部やっちゃげると、これがやっちゃえると、素晴らしいね。でドロキョウあれして、ドロキョウ全部ドロキョウだ、すごい素晴らしい。でもこれでいっか、まあ、こんなもんでいっか。まあ結構7コンボいけば、10コンボいけば、10コンボ勝手にいくんで、もう簡単に勝手にいくんでもういいでしょう。これで落ち込み入った。うわーすごい落ち込み、何それ。あでも今20億だ、これででも半分か、これで半分か。めっちゃ強えじゃん、やっぱアンジェリーナやっぱ強えな。で俺ね、あ待って、これルーレット何、これ光水火かな。これね、もうすぐあれなんだね、もうすぐね、待ってこれ L 字して、もうすぐねチャンネル登録者数さんが5000人いくんすよ。マジで感謝してる
マジで感謝、感謝しきしてもしきれないぐらい感謝してるんだけど、まあ5000人行ったら俺あれかな、 OK 5000人行ったらね、まあ実写動画撮ろうかなって記念実写動画毎回撮ってる、毎回撮ってて、まあ600人か500人かな、500人ぐらいの時から撮ってるわ。500人ぐらいでもう撮ってて、あの待って、これ待ってね、こうして文化、あ、いらねえか、いらねえか、ここに行こうか、あ、ちょっとまあまあ見せないで、5000人いったら実写動画撮ろうかな、まあ実写と記念実写動画、まあ、撮ろうと思ってるし、まあまあ別に、まあ、それだけ特にね、あんま落ちを考えてなかったわ。でこれ打っていやマジか、ちょっと俺本当になんか最近本当にありがたいことにチャンネル登録者数さんの伸びがすごくて嬉しいね。こんな俺を登録してくれてんの、こんな俺を応援してくれる人がいっぱいいるなんてちょっと考えられない。でこれでいいか、こんな一般人がこんな一般人があっていける、半分を忘れましで縦貼られ、まあしゃあないね、この縦はもうゴリゴリ削っていこうか。でマジで死ぬ要素ないの、本当に死ぬ要素がねえよこれ。でこれ打ってやっぱこの削るものも楽しいかな、まあ、やっぱ削っていくのもやっぱパズドラって感じがしていいねこれオッケー、これでまあいっか、これでいこうか、ちょっと分割下手くそやけど、10コンボ11コンボ OK で回復全部回復、半分いってほしい、いやーちょっと半分いかねえか、うん、耐久もバッチリできて半減でしょう、まあ、この半減もどうなんだろうね、あんまり関係ないかな。で分割してえな、4ゲシは含ませてえか、いや待ってこれ4ゲシ含ませて、ここ光をアリサンマーク引っ越して、光はアリサンマークで、これでいこうか、あ危ねえこれでいこう、これでまあ回復頑張って、あでも高いわ回復力、全パラ強化落ち込む、振るね、ランダンで来いですね、ランダンで来いで、んーちょっと削りが3パンか、やっぱ3パンか、めっちゃ噛んだな、3パンをめっちゃ噛んだな。でこれ打って、いやマジでねこれラックスじゃなくてアンジェリーナやっぱ強えな、普通にこれ交換できていいんすかっていう感じあるね。ちょっとこれまあ一応、まあ、4ゲスか、これでいこうか、これでいこうか、待ってなんか欠けてる回復率欠けてるで倒していこう、でゴブタちゃんと忘れず打っていこうか、耐久バッチリできて、うん OK でこれも打っていこう、でもう2パンやね、この子2パンだこれで、これ打って平和島さん打って、いやーいいね、平和島さんもなんなら交換できるもんね、サブが大体、まあ、ラックスクラインはちょっと分かんないけど、ラックスクラインがまあ敷居高いかなっていう感じはあるけど、まあこれでいこうか、なるべくつなげて消してあれしようか、まあ、こしょう OK これでいこう、まあ、ラックスクラインがねちょっと、まあ、難易度が高い感じあるけど、オッケー、まあちょなんだっけ、チョッパーちょっとなんか DJ みたいになっちゃった、まあ、チョッパーでもいいのかな、まあ、チョッパー 1.5 倍回復力とか、まあ、覚醒向く HP を上げるって意味ではチョッパーがいいか、まあ、チョッパーでもいいかって感じだね、まあ、でもこれから出るんじゃねえかな、なんかこれから出るんじゃねえかな、このラックスクライン系のスキル持ってる覚醒無効スキルキャラ出るんじゃねえかな、無責任めちゃくちゃ無責任発言、めっちゃ無責任発言してる。でこれまあこれで無効貫通して OK、 マジで濃昏してる今のところ、濃昏よ、 L 字が来た、 L 字来た、いけ、これでまあ大体半分ぐらい、いやー素晴らしい、本当に素晴らしい、で全然食らわねえ、全食らわねえわこれ。でこれあのこうして、あ泥鏡ちょっと、これ泥マイナス消えて
マイナスどっか行って、マイナス3どっか行って、まあ、これで OK かな。 OK だ、これで、まあ、4ギシも置きましたし、回復力バッチリと。やっぱね、課題は回復力というか、課題というか OK、まあ、調整やね。まあ、負ける要素言ったらもう調整かな。道中の調整とか耐久できて、あとこのルーレットもきついね。このルーレットもね、あと3ターンだ。待って、マジかマジか、ちょっと待って、あと3ターンでしょこれ。これさ、これ打っといた方がいいかな。待って、ここの判断がわからないよ、ここの判断がわからないよ、助けて。まあでも5ターンでたまるもんね、次5ターンでたまるし打とうか。これ打って、で、あの、あれ、4ゲシ、あの、9個ゲシ。OK。で、L 字も組んで、OK。OK、これで。ちょっとやばいかも。回復力上がってるわ。ナイス。ナイス、ナイス、ナイス。OK。毒、うわー、食らった、毒、うえー、食らった。でも、回復できて、OK。いいね。ちょっと、飲むわ。サイダー飲むわ。あ、そっか、これサイダーさっきあれか、サイダーの水滴があれかだったんだ、ついてたんだ。でこれちょっとね、これはまあこれ打とうか。やっぱここの、まあ、これも打っちゃっていいか。ここのね、やっぱり上限解放、下限解放、下限解放がやっぱ辛いな。やっぱここら辺がやっぱ鬼門かなって思っちゃう。 L 字していこう。なんもうちょっとできないかな、もうちょっとできんかな、もうちょっとできたりしない。これ水、あ、ほっあ、そこ水、あ、無理か。まあ、10個もいって OK。 弱化ちょっと消えてほしいな、倒して。まあ、これでこんな削りか。まあね、バーが見えんぞ、ギミックのあれでバーが見えんぞ、 HP バー見えんぞ。でこれ打って、いや、デバフ解くスキルがねえか。やっぱちょっとデバフ解くスキルねえから、ちょっとそこら辺心もったないか。でちょっといけいけ。で、まあこれでいこうか。 OK、 これでいこう。うわ、1だ、1だ、1111だ。待って、あばら1かな、1かな、1かな、中の1かな、これで。いや、でもこのルーレット終わったんで、ありがてえ、ルーレット終わったんが本当に助かるわ。これ助かってる、めっちゃ。ちょっと何気にすごい助かってるんで、今後ともやってくださいそれ。ちょっとこれ、まあ、こんな分割、ちょっと待って、回復できるですか、できるですか、これ回復できますか。読んでし、オッケー、あー、いい回復、あー、あー、すごい、すげえなこれ。いや、マジで落ち込む、乗ってんな、落ち込んという名のビッグウェブ乗ってんな、これ乗ってんな。でこれ打って、軽減忘れず打って、で次は吸収あるよね。これあんま打たん方がいいかな、このメラット、メラットさん、ね、打たん方がいいんかな。これ頻繁に打ちたい、3ターンに1回は打ちたい感じあるけど、ダメだ、ダメですかこれ。で4ゲシして、いやー、このゴブタのドロキョウやっぱ強すぎるわ、さすがにこれ強すぎるわ。で、まあ、こんな感じで削っていくと、たまるね、 OKOK たまるわ。めっちゃ勝てるやん普通に余裕で勝てるやんこれ、耐久して。あぶねー、これ打って、これさ、半分切ったら、待ってね、これ半分切ったら何してきたっけ、あれか、アシスト無効と、なんだっけな、これでいいか、これで、これでいこうか。アシスト無効と、なんだっけ、指現象か、指現象返す術あるわアンジェリナで、これ、切らないのかい、切らんのかい、これで、この弱化もちょっとやらしいな、やらしいな、ちょっとこれ泥鏡を踏ませようか。やっぱ泥鏡大事やね、新千住行くときは泥鏡大事かな。
あとはこの泥鏡を組ませない、なるべく泥鏡を組ませないと、弱化を組ませないと、で L 字を Z に組んで、まあこれでいこうか。それ泥鏡いける、 OK、 いけるといけるないですよね。うん、で弱化が、おありがとう、弱化消えてくれた、ありがとう。で半分いきました。で L 字も組んでるんで大丈夫かな、できる耐久。待って、これあれだ、闇になってる、こいつこれ効かねえじゃん、マジで。そりゃないわ。コンテはやっぱ最高やね。コンテってやっぱコンテっていうシステム最高やね、これ。でアシストマークをもう指現象も消えたわこれ。でこれ打って、これはね、こいつなんで闇にイメチェンしてんだよ。こいつ闇にイメチェンしてるんだけど、マジか、高校デビューしてんのよこいつ。でこれ泥鏡を含ませたいな、 OKOK、 今これで OK か、ちょっとこれもらって、まあ、こんなもんでいいかな、これでいこうか、 OK、 これでいこう。ごめんちょっと喉が、これで13コンボして14、うん、いける。いやでも硬すぎない？めちゃくちゃ硬いなこいつ。え、硬いというか硬いのか、硬いのか HP が高いのかどっちなんだろうこれ。でこれ打って、でL 字組んで、あごめん、ちょっと待って、喉が本当に痛い。ごめんなさい、本当にごめんなさい。うん、OK、 これでいこう。まあこれで OK かな、 L 字を組んでと。ごめん、音声入ったら、咳払いの音声入ってたらちょっとごめんなさい、不快になったらごめんなさい。でこれ打って、いやちょっとこれ打ちてんだけど、打ちてんだけどダメ、これダメで、あの4、あれ分割分割と、分割分割をして OKOK、 これでいこう、これ完璧やね。まあ火、まあ火も若干火力出るから、まあ火、あまあどうなんだろうこれ、まあ、複属性光に変えた方がいいよな、ね、もう。で上限20億なってカラー回しで、それを半分時の時にしてくれよ。その水の変化を半分時の時にしてくれ、それタイミング悪い、都合悪いな、ちょっと。でこれこうして、まあ、これでいこうか、これでいこう、 OK。 いや待って、パイプ大丈夫、これ大丈夫、あるや、ありがとう、ありがとう。で削れます、 OKOK、 あ出た、コンセントレーション、桜坂の歌、桜坂の曲、ここでワンパンか、 OKOK、 任せてください。任せろ、これ打って、任せてくださいよ、これ、でこれ打って吸収もあるんで、いや勝てるぞ、みんなみんな、負け芸人の俺が勝てるぞこれ、負けて負けまくってた俺が、ま、勝てるこれ。あ危ない、これでどうだ、ちょっと分割して L 字も組んだ、いっいってらっしゃい、いってらっしゃい、これでいけ、倒せ、よっしゃー。まあ2コンしたけど、全然2コン、小コンってしたけど、やったーやったー、勝てた、あすげえ、ランクが1111匹ワンちゃんだ、1111匹ワンちゃんこれで、初クリアっすね。テクニカルの方初クリアなんだよねこれ。いやー嬉しい、やった、3体所持だ。やっぱ俺美味しいのかな、まあ遅延集めには持ってこい、遅延 P 集めには持ってこいか。 OK、 まあ勝ててよかった、小コンテ2回で収まってよかったわ。いやーちょっとね、まあ電撃文庫コラボのキャラは本当になんか、これにしろ、アクセラレートとかにしろ、アンジェリーナにしろ、なんか新戦術適性高いね。めちゃくちゃ新戦術適性が高いキャラが勢揃いしてるんで、いやこれマジで新戦術勝ちたい方、新戦術とか、まあ、そこら辺の難関ダンジョンを、まあ、勝ちたい方、今は勝ちたいっていう方はこれ交換ありかな、このアンジェリーナ交換ありやな、
3体交換するのは難ちょっと弾が余ってたらの話だけど、まあ、これ交換めっちゃありだわ。まあ最悪ね、最悪2体交換、2体交換して自分で2体組んでフレンドに借りるっていう手もありか。でもいいね、まあ、勝ててよかった、やったぜ。じゃあね。